皆さんこんにちは、玉ヶ島荘の森下でございます。いつもお世話になっております。今、子犬の A 君の、バランスを見ています。いい犬ですよね。今生後6週になりました。見てください。このお顔も整ってきました。このね、白の入り具合は、短冊の中のバチっていう形ですね。あの三味線のピンピンピンって弾くあのバチです。太鼓のね棒じゃなくて三味線のペンペンペンって弾くバチの、印が、ここに白で入ってます。このバチっていうのはね、昔江戸時代とかね、その時代には、大名家とかね、まあいいお家に、まあ献上されたというのがあのこういうね、短冊とかこのようなバチって言われる、マークの鎮でございます。こういうお顔、週がね、今6週になりましたけども、週を重ねるに従って、どんどんね、いい感じの子犬になってきましたね。まあ正直お値段少し上げたいなと思ってるぐらいですけど、まあそういうことはしません。まあ最初にね、決めたお値段でいきたいと思いますので、このね、A 君に興味のある方はね、概要欄、この下の概要欄からね、お電話いただければと思います。生後8週以降の、受け渡しになりますので、いい感じですね。8週以降の受け渡しになりますので、4月の第2週ぐらいからね、お受け渡しが、お引き渡しができると思います。桜の花の頃にね、可愛い金の赤ちゃん、男の子、クラもね、こういう風な形で黒く綺麗にね、背の胴がね、クラが入って、お止めの黒がピシッとして、両足ともにね、見えますかね、白、尻尾も白、そして首は一周ね、白がこのように切れずに巻いております。前2本もね、白、そして顔の半は、まあいいバチ、バチのね、この何ですか、マークがついておりますね。こういう形、まあね、うまく育てればね、品評会とかねにもうまく育てればあのいけるかもしれません。まあこの辺はね、品評会用のお賃として、お譲りするわけじゃなくてね、家庭犬として、お譲りさせていただきますのでね、家庭犬として、ペットとしてね末永くね、飼っていただく方がね、この子のためにいいんじゃないかなと私は思っています。性格はね、とってもね愛くるしくってね、ほとんど泣きませんしね、賃の魅力が満載の男の子でございます。2月の6日生まれ、今3月の今日23日の土曜日、雨でございます。今日で、生後6週でございます。かなりいい感じ、に、育ってきてます。もちろんね、お引き渡しの前には、獣医さんの健康診断、それからマイクロチップ、そういった一通りのことをしてね、お引き渡しさせていただきますし、一生涯を通じて、ま、ペットの飼育相談に、乗らさせていただきますのでね、あの安心してお買い求めいただけると思います。それでは、今日の今ね、オーナー様にもうじきお引き渡しのね、ちびちゃんのね、ご紹介をねここでちょっとさせていただきたいと思います。この子 A 君はただいまオーナー様絶賛募集中でございます。興味のある方はぜひご連絡ください。そういうところで、次のコーナー参ります。はい、それではもうじき巣立ちコーナー
まずは、東北 地方へ、旅立つゆきちゃんです。もう生後3ヶ月に、なろうとしています、ね、東北の方へ旅立つのでね、少しうちの方でもね、しっかりとケアさせていただいてますけどね、まあだいぶ落ち着いてね、いい子で育ってきております。小田さん見ていらっしゃいますかね、こうやって、いい子でいますのでね、ピリピリね、しっかりと大丈夫ですので、どうぞご安心ください。そしてね、2月6日生まれの銀ちゃん、銀ちゃんもね、来月以降ね、オーナー様とご相談させていただいてね、巣立っていきます。この2匹がね、今巣立ちまで、お預かりしているチンの赤ちゃんたちですけどね、両方ともね、元気ですのでね、私の娘とね、私と家族でね、みんなでね、しっかりとケアしてますので、どうぞご安心ください。それではね、今日の話題、今週いっぱいありましたね。日銀の大規模金融緩和からのね、方向転換ですとか、大リーグボールのね、メジャーリーグの大谷選手の通訳の水原一平、通訳のね、解任とかね、まあギャンブル依存が、言われてますけども、実は私も依存症を持っております。そういうお話をこの後少しさせていただきます。それではね、オーナー様ちょっと待っててね。はい、では行きましょう。はい、それでは今日の話題のコーナーを、今売り出し中の A 君と一緒にお届けします。まあね、今週は本当にいろんな、びっくりするようなね、変化がありました。なんといってもね、金融業界出身の私として、驚いたのがね、17年ぶりの日本銀行によるね、ゼロ金利をやめると、金利をつけるということですね。大規模金融緩和の終焉と。これはね、もう非常に大きなショックをね、私たちに、与えました。まあこの週末ね、日経平均が、4万円台と史上最高値をね、更新して、まだまだ上に行きそうな感じですけどね。普通なら金利を上げるとなるとね、円がね、円高の方へ触れて、円高っていうのは150円から140円、130円というふうにね、数字が小さくなっていくのを円高というわけですけども、円高の方に触れてね、景気がちょっとそがれるいうことで、株価もシュンとね、水を差したようにね、沸騰したお湯の中水を差したようにシュッと下がるっていうのがあれなんですね。逆にね、火に油を注いだようにね、ポッと湧き立つし、為替も円安に触れると。まあある程度ね、今回の場合は漏れてたっていうこともあるし、予想もできたっていうこともあるんでしょうけども、まあ一番大きいのはね、世界のその金融に携わる、まあ、プロたち、まあ、世界中のプロたちがね、まあそんな簡単にね、金利を日本はね、上げることはできないだろうと。アメリカとのね、金利差はまだまだ続くだろうというふうにね、思ってるということがあらわになったということですね。ですから実際に考えている数字通りにはならない。いやいや、しばらくしたら株は下がり、円はまた円高に行きますよという意見もありますけどね、それならちょっとこの動きはね、おかしいなと私は思ってますね。やはり日本に対する信任がね、ちょっと落ちてきたと。そして、海外はね、
金の行方を日本へね放り込んできて、で日本人はね、金利がつくといっても、これ金利が高くなったらね、前のバブルの時、まあ覚えてらっしゃる方少ないと思いますけどもね、みんなお家のねローンやなんかが上がってね、まあ大変なことになる可能性がありますので、そう簡単に言うけども、ちょこっとね、口で言ってるだけで、実際はね、金融緩和なんて、言葉だけで大きくできやしないという観測がね、まあ広がってるということで、このままだとね、まだまだ円安が続きね、むしろね、日銀が大規模金融緩和の終焉をね告げたがために円安が加速しね、株価も上がり、そして庶民の生活がね崩れ、最悪ハイパーインフレーションが待ってるっていうことも考えられますのでね、ここはよくよく経済動向を見ていかなきゃいけないって言ってもね、よく考えてください。17年間、金利ゼロの生活で我々来たわけです。っていうと今3月、ご進級、ご卒業、ご就職の皆様おめでとうございます。今ね第一線で仕事バリバリやってる新人の方から、だいたい40歳ぐらいまでの方ね、日本経済を支えて、手足が動いてね頑張ってる方は、実際金利のない生活しかね味わったことがないわけです。これがもし金利のある生活に変わったらどうなんでしょう。未体験ですね。でじゃあ年齢40歳から60歳、私より少し下から40歳ぐらいまでの人は、不景気、日本の不景気政策によって、不景気の時しか味わってないわけです。インフレといってもね、今回のインフレは景気が良くなって賃金が上がって、まあ言えば自転車にねギアが、足が乗ってギアが噛み上がって景気が上がってきたインフレじゃないんです。戦争だとかね、円安によって、いろんな石油価格だとか輸入物価の高騰ね、そっから海外の黒船から押し寄せてのブワーっとしたインフレ、それにね、なんとかバタジタバタジタバタ連れていこうということと、輸出企業がそれでね為替の差益、要は実体経済じゃなくてね為替の差益で利益が出てる、あるいはね税金の関係で利益が出てる、それをね、少しは従業員に還元しようということで、還元しようというかね、くれてやろうということでね、少しまあ味付けをしたっていうのが実際のねところでね、これでまあ日銀が言うようにね力強い景気回復だとかね、そういったものはね、実際肌として感じられてないということでね、まあこっからはね、まあ経済に関してはよくよく注意して見ておこうと。まあはっきり言ってね、ある程度の資産はね、現金から他の部門にね、移し替えるようなことがいるかもしれないなっていうのが今の考えですけど、またこれはねおいおいね、ちょっと気になってることですのでね、私は株は一切やらないんですけど、今もうね金融関係とかやめて株とかねいうことは一切やりませんけどね、やらないからこそねお金八目で見えることもありますのでね、また気になるような経済的な動向がね、出てきたらここを通じてね少しねじじいのたわごととしてお話したいと思います。もう一つね残念なメジャーリーグの大谷さんの通訳というよりももうむしろ相棒ですよね、相棒の水原一平さんが、ギャンブル依存症でね、まあドジャース球団を解雇されて、まあこれからどうなるかっていうようなところでね、
ニュース関係はまあそれでやると視聴率取れるのね、みんなその話で持ちきりですけどもね、本当にまあ優秀な通訳でありマネージャーであったんですけどね、細かいことは他のね、YouTuber さんとかテレビ局に任せるとしてね、一つやっぱりギャンブルのね、依存症、昔で言う中毒ってやつは怖いなと思いましたね。かくいう私もね、実はニコチン中毒、タバコ中毒でございます。まあ、もちろんタバコはね、7年ぐらい前に、一応卒煙禁煙を、成功というかね、お医者さんへ行って薬を飲んで、禁煙をして、今日までまだ一本も吸っておりませんけどもね、私はもうはっきり言ってね、いまだにニコチンのね、依存症中毒者でございます。まだ吸いたい、7年経ってもね、禁煙7年経ってもまだ吸いたい、タバコやめたって言ってもね、まだ吸いたい。これはね、私ももういい加減ね、吸いたくなくなるのかなと思ったんですけどね、考えることがないとタバコ吸いたい、お腹すくとねタバコ吸いたい、疲れるとタバコ吸いたいってね、どっかで別れた女を思い出すようにね、死んだお母ちゃんを思い出すように、タバコのことが時々不安不安と浮かぶのであります。ここでね、タバコを一服したら脳が溶けるように気持ちいいんじゃないかしらと思うわけですけどね、これは私が完全に中毒者、いわゆるタバコの依存者である証だと思ってます。これを引きずってね、一生生きていかなきゃいけないかと思うんですけど、私の大親友もね、一緒に禁煙してて、私の禁煙の先輩なんですけどね、やっぱね、体を壊してやめたんじゃなくてね、健康に気をつけようと思ってやめたやつはまだね、こうタバコ恋しいんだよって言ったらね、その親友友人曰くね、俺もそうだよと、俺はタバコやめてないよと、もう10年20年やめてる子ですよ、やめてないよと、ただね、今日は吸わない、明日は吸うかもしれないし、明後日も吸うかもしれない、だけど今日は吸わないんだ、これの繰り返しだよ、森下君もそうやってやれば、やめたと思うから苦しいんで、今日だけは吸わないと、一歩一歩でね、思い出すたびに今日は吸わないというふうにね、思うといいよって言われてね、私もそうかなと思って、今日は吸わないでおこう、別れた女と一緒でね、もうそれも7年も前に別れた女、どんな美人だったかもう影も忘れた、ただなんとなくな、いいとこばっかり浮かぶ女、うちのお母ちゃんみたいなね、死んだお母ちゃんみたいなもんで叱られたとこは忘れてね、お菓子をねくれた小さな頃の思い出、いい思い出だけが残ってるんだと思ってね、お母ちゃんとタバコを一緒にするのはね、罰が当たりますけども、まあね、過ぎたことは過ぎたことと言いながら、依存症というものはこれは脳がね、そういうふうに言ってることだから、まあ我慢をしてね、一日一日やっていこうと。まあ水原さんもね、そういうふうにね行けばよかったと思うんですけども、何かに引っかかっちゃったんでしょうね。一つね、登山で滑落するとゴロゴロゴロって下へ行って、もうどうしようも自分の手に負えなくなっちゃったんでしょうね。まあ今後ね、どういうふうになるか、心配ではございますけどね、銭湯とかそういうところへ行った時にね、靴箱は17番を選ぶね、ほどの大谷ファンの私としましてはね、なんとか穏便にね、済ましていただくわけにいかないだろうかと思いますけども、国が USA ですのでね、私たちはこのように肌の色が黄色いね、カラーでございますからね、そういうことも含めてね、
大ごとにならなきゃいいかなと、大谷選手の 才能を潰すことにならなきゃいいかなと思っております。まあそういうことでね、誰しもね、依存症は抱えているものでございます。特にね、もうペットちゃんなんか飼ったらね、このチンちゃんなんか飼った日にはね、もうペットロスはもう20年後に間違いなく来ますしね、もう完全にワンちゃん依存症になります。だけどね、私たちブリーダーは あのこのワンちゃんのね血統だとか、このいいところ、私たち好みのところをね、ずっと守っていくのがブリーダーですのでね、これはペットショップとかね、一般の拾ってきたワンちゃんにないところです。系統をね、ずっと持っていく、あるいはね、その自分たちがいいと思う犬種の良さをずっとね、引っ張っていくのがブリーダーのという役目でございますのでね、まあワンちゃんという寿命はね、15年20年で、変わるかもしれないけど、代を変えてね、チンをチンならチン、チベタンスパニエルならチベタンスパニエルをね、一生ね、同じ感覚でね飼えるようにしていくのが私たちブリーダー、いわゆるワンちゃんのメーカーの仕事でございます。ここがね、ペットショップへ出してるブリーダー、それからね、いろんな自分とこで、やってる、まあ、いろいろなショブリーダーありますけど、と私たちのようなね、犬種に特化したブリーダーとの違いでございます。チンをね飼うならぜひ当犬舎でよろしくお願いいたします。というところでね、まあ気になること今日2つ、為替の件、それから金融緩和の件が1つ、そしてね、大谷選手の相棒であったね、通訳というより相棒であった水原一平さんのね、解雇、そして、ギャンブル依存症、私のタバコ依存症、どうやってね、過ごしていくか、そしてワンちゃん依存症っていうことでね、これはいいブリーダーを探すのが一番だと信じております。今日はそういうところです。またよろしくお願いします。この子 A 君気になりましたら下の概要欄からご連絡ください。どうもありがとうございました。失礼いたします。 A 君も、本当に可愛い、お値段上げたい、上げたいけど今は上げない、値段は上げない、この価格でいきますので、おいくらですかね、ご連絡お待ちしております。きっといい春のお買い物になると思います。一生可愛がってくださる方限定でございます。失礼いたします。